やー豆ちゃんだけどね、来たよ、よいしょ、ピー、今日の1本目、まあノイキーレギュラーサイズだけど、ストッシュのダンショットでね、今日使ってるストッシュはそのまあブレーキをね果たす役目のストッパーがついてるんで、移動距離を抑えてるけどワームをピリッて動かしたりできたりとか、今までそのそういったストッパーがついてるワームとかって、まあ、なかったと思うんですけど、そういうふうにその機能を持たせるためにちょっとね独特の形状をしてる、まあ、そこら辺がねこのワームのまあ最大の特徴かなと思います。今僕ちょっと小さい本当にちっちゃいインレットを攻めてるんですけど、こういうところってやっぱりその正直1等2等で探れちゃうぐらい、まあ、小さいじゃないですか。で当然プレッシャーもかかりやすい。でそういったところでそのワーム、まあ、例えば3インチとか4インチのストレートワームとかを投げて誘いたいって言ってラインを引っ張っちゃうと、まあ手前に寄ってきちゃうんで結構ねその雑になっちゃったりすると思うんですけど、それがねストッシュでやるとワーム自体の移動距離っていうのはものすごいそのストッパーのおかげで短くできるから、でもやっぱりそれでしっかり水を押して、さらに、ワーム自体も小刻みに動けるから、そのやっぱりこういう風に、まあ、こことっていうのが分かってる場所とか、あとはまあスポットが小さい場合にはものすごくその有効なあのワームですよね。よっしゃ、来た、レギュラーもついた、そこにティンバーがある、よし、よし、君いい、これを止めよう、どうするかね、あー、ダブダブ、オッケー、ほい、ノーシンカー。今あそこだね、あのレイダウン投げていないなと思ってちょっと引っ張ってきながら脳進化だったんですけど、フォールさせてチュ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 ってやって本当に移動距離を抑えれるから、ここら辺までね結構いろんな竹とかガサガサああいうのが入ってるんですけど、そういうところ上をちょっとピピンピピンってきたらコンって入ったね。クリスポーンの結構いい魚だ、ストッシュの脳進化。今日使ってるロッドは切りサメのね2015年モデルの、まあ、フルソリッド、メガバス初のフルソリッドの、キリサメ2015年のリミテッドモデルを使ってます。ダウンショットとなんかには、F261XKSS の方ですね。ノーシンカーは F3511XKSS、 あの硬い方を使ってるんですけど、まあこういったね特にその今回みたいな、ストッシュみたいなラインスラッグをしっかり動かすっていう、動かしてまあ誘うっていうような釣りではやっぱりねその結構細いラインと太いラインでその操作性の差が出たりしますよね。太いラインってやっぱコイル状になりやすいんで、どうしてもワームがこっちに寄ってきちゃったりとか、自分がイメージした通りに動かなかったりするんですけど、細いラインを使えば使うほど例えば、チューブラーのロッドであったりとか、ソリッドティップのロッドのようにね、結構そのテーパーがキュッてきついようなロッドだと、やっぱどうしてもね不意に大きい魚とか結構でかい魚がかかる可能性があるようなフィールド行くとやっぱりねラインブレイクの元になったりするんですよね。それがやっぱりそのフルソリッドの場合はワットからねグッグッてファイト中は曲がってくれるんで、まあ、無駄に魚を、暴れさせないし、ファイトやりやすいっていうことで非常におすすめです。で僕ね今日のねストッシュみたいに例えばダウンショットとかノーシンカーとかで、よく使うワームでハゼのシャッドを僕すごくよく使うんですよ。で、まあ、シャッドテール の3インチのシャッドテールワームなんですけど、まあ、すごく釣れるんですけどね。で実際にねやっぱり例えばハゼのシャッドの場合って横に引っ張ってくる、まあ、ちょっとスイミング気味っていうか横に動かしてきたことでこうやってテールをね横に振ってくれたりするんですけど、逆にストッシュの場合は動かない、でもワーム自体は動いてるっていうのが売りなんで、ちょっと全然性格の違う2つなんですよ。で例えばちょっとね魚がどこにいるか分かんない時とか、結構そのなんていうんですかね広い場所を手早くサーチしたい、でもライトリグがいいフィネスなのがいいっていう時はハゼのシャッドやっぱ横に引っ張るだけで動くんで使うし、逆にまあ何度も言ってるようにここぞっていう場所とか、ではストッシュを使う、まあ、それはノーシンカーだろうと、キャロだろうとダウンショットだろうと、
どれもどんなリグでもそうなんですけど、そういう風にやっぱ僕は、まあ、同じようなサイズの同じようなシルエットのワームなんですけど、全然やっぱ特性は違うんで使い分けてます。で、もっともっとね、あのハゼドンシャッドのダウンショットとかよりも、今ね実際ハゼドンシャッドの3インチの、ね、ダウンショット使ってるんですけど、もっともっと例えば広く探りたいとか、まあ、リアクションバイトを取りたいっていうような時はもうねワームじゃなくて例えばプラグとか、そういう風に、まあ、具体的にはねシャッディング X だったりとか、っていうのにね、スイッチして、もっとより早くでかあの広範囲にかつ、まあ、リアクション効果もやっぱプラグの場合は早いっていうことと、音なんかもあるんでね狙えるんで、そういった風に、まあ同じワーム同士でも、使い分けが必要だし、まあ、そこにねプラグをか、絡ませていくことで、まあ、どん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 いろんな対応に対あの状況にね対応できるようになるんで、まあ、そういった使い分けを皆さんもねしてもらえたらなと思います。よっしゃ、やべやべ、朝一ミンティアされた、やべ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 、そっち入んな、やべやべやべ、やばかった、ちょっと待て、そこはね、うわー、ちょっと待て、ちょっと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 来るよ、さあ、あっしゃー、でっけー、見てこれやばくね。いやー、ストッシュやっぱこういったちょっと小さいスポットはめっちゃ効くね。余裕で50アップでしょ。